どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために、祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。さあ始まりました、ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。よろしくお願いします。よろしくどうもお願いいたします。はい、さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオが、キコーナさん2店舗に行きまして、はい、ジャグラーを打ってレギュラーでもビッグでも、とにかく大当たり、はい、で、1ポイントですね、はい、合計2店舗で39ポイントを目指す番組でございます、はい、そしてですね、スペシャルゴーゴーチャンスというのがございまして、はい、ペカった時に、はい、レギュラーかビッグか宣言して、はい、見事当てたらプラス5ポイントということですね。はい、という番組になっております。よろしくお願いしますね。というわけで今回もですね、うん、もう初めてですね、第1シーズン第2シーズンとありましたけれども、はい、今回なんで102回目ですかの放送になりますんで、すごいだいぶ長寿の、ね、番組になっておりますけれども、ね、長寿番組ですよね。だいぶやってますけれども、うん、長いこと続きましたけども、そうですね、今日で終了みたいです、はい、この店舗ともう1店舗 で次回が最終回、はい、らしいです。まあ、セカンドシーズンがね、そうセカンドシーズンが終了ということは、もうセカンドってことは3ありますから、あ、終わりだと思ってないですか。セカンドって3はあるから、まあ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 、まあ、正直言うとまだ取り返せてないですもんね。そう、なんかその大体1が流行ったから2はあるわけじゃん、うんうん、2ってもしかしたらね、わかんない、いろいろあって、もし2が沈んだとしても、うん、3まで行ってみようかって大体なるもんだから、3がダメだったら大体終わるよ大体。あ、そうですか。3はあります。あ、それ何の系統データ取ったんですか。それえ何のデータを取って3まで、あの韓国ドラマとかのデータ。これ韓国ドラマだと思ってたとかの感じで大体やってますんで、スパッとするごす韓国ドラマ3はあります。あ、そうですか。2、3って、うん、はい、まあ、トラックね、まあ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 、まあ、トラックがバックしてますけれども、うん、はい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 、そう、あ、すごい、ほらトラックもやれって言ってますよ。そうだね、どっちか分かんない、どっちか分かんないよ、スリーあるよって。もうこのピー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 はもう中止のピー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 なんか。そうです、だってこれなったら普通の番組だったらね、うん、一旦止めますってなるんですけ なるけどスタッフさんが一旦止めないんだよ。止まないんだもん、俺らが気づかってちょっと黙ったの。そうなんだよ、でも止めないんだ、止めないんだよ、笑ってるだけなんだよ。続くしかないんだから、これ続きます、これは。なるほどね、はい、まあまあまあ一旦でもシーズン2今日でってことは、だって僕が続きますって言ってることを使うわけですから、うん、いやいやってことはそれはもうありますよ、それはもう。でもあの人たちだからもう、はい、あの勝手に終わらせる可能性もあるから、とりあえず今日頑張ろう。今日はね、今日は頑張りましょう。まあ、はい、分かりませんが、うん、行ってみましょう、行ってみましょう、はい、はい、というわけで本日も頑張ります。ファイト、失礼します。おはようござい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 ます。失礼します。失礼します。おはようございます。おはようございます。よし、行こう。毎回ね、入店は丁寧なんですよね、実さんね。行きましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、行きましょう。やり放題、どうしましょう。あ、マイジャグが人気なんだね。マイジャグが人気、噂に聞くとね、うん、あの僕マイジャグが一番好きなんですよ。ほう。だけど、うん、スタッフさんが結構初期の段階で、うん、マイジャグってこの 真ん中の入ってるから、カメラ撮りづらいから、うん、やめてくれって言われたのをずっと僕覚えてまして、うん、結構真面目なタイプなんで、こう見えて真面目ですよ、イジスさんは。マイジャグいつ外してたんですね、うん、そしてまさかの今日のあの控室ですね、うん、だからイジスさん、マイジャグとかで全然打たないですよねって言われまして、いやちょっと待ってくれと、うん、第1回目か2回目の放送で、うん、あんた方がやめろって言ったから俺ずっと守ったんだ、はい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 、あ、そうなんですね、あ、全然やっていいですよみたいな感じで出たんで、うん、ふざけんなっていうことで、あ、ちょい僕真面目にちょっとマイジャグ言って始めちゃったんで、ちょい揉めがあったんですね。もうそうなんですよ。なるほどなるほど。なんで来てみたんですけど結構埋まってるという。あ、じゃあもうマイジャグ行っちゃうよっていうね、ちょっと言ってみようかなっていう、だからっていうのはあるんですけどね。でも難しいよね。難しいね。あ、これなんかいいな。ね、いやもうこれいいな。一緒に気になりましたよ、これは。これでもいいけど。こっち行きます？あなたはそれがいいんでしょ？じゃあこっち行こうかな。小沢さんがそっちって言うんで私こっちで大丈夫です。いやいやいや、その
小田さんがそっちって言うんで、私こっちから今絶対撮ってたよ。今あなたがもうここから動かなかった。小田さんこっちでなんかすごい睨み聞かしてきたんで、全然そんなことないです。こっちであなたが先に選びました。場合によっちゃ本当に喧嘩にはなりますけど、すいません。じゃあこっち行きますよ。じゃあさあ、はい、決まりましたので、はい、行きましょう。もう初のマイジャグ行きましょうか。マイジャグ、初マイジャグですよ。行きましょうか。はい、よーい、スタート、スタート。ちょっとこれはね、はいはいはい、お役なんでね、はいはいはい、もう一回いきますよ。せーの、ピカ。まあまあね、まあまあまあ、前回そうなのよね、伊地知さん。そう、私1回転で素晴らしかったよね。あれがやっぱもう出しちゃいましたからね、1回転を。そう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 、初めてのマイジャグだから ね、この番組では我慢してたのね、伊地知さんね。我慢したの、一番マイジャグが好きなの。あ、そう。どうですか、年間のマイジャグは。今はあのさほどないですけど、ね、打ち始めてすぐですけど、まだ打ち始めてすぐは何もないです。このマイジャグのいいところはどんなところなんですか。マイジャグのいいところは、うん、あの音がしないからびっくりしないっていうのがありますね。あー、なるほど。音がしない方がいいんだ。じゃあびっくりしちゃうから、あれやっぱりビクッてするから。本当にびっくりするときあるからな、あれ。そう、俺あの膝の上にあのメダルのお皿置いといて、はい、あの音で全部こぼしたことあるの。やっちゃいましたね。うん、どうだどうだ。でもマイジャグすごい埋まってんだよね。ね、一番人気だ、圧倒的に一番人気だね。なんかさ、やっぱその今までちょっとその避けてたじゃん、マイジャグは。はい、だから気にして見てなかったじゃない、うん、今までマイジャグを。おい、え、早い。レバー音でベカっちゃいましたね。早いな。はい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 、一発目で勝負してもいいけど、まあ、普通にいきますわ。まあ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 、40回40回転。早いね。はい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 、はい、あらあら、4回、はい、すごいね。ペッカちゃんだよ。はい、あれ、ちょっと待って、え、なんて言う、え、デッカちゃん、ペッカちゃんです。あ、ペッカちゃんで、はい、あ、ペッカちゃんさん、デッカちゃんじゃないです。ああ、デッカちゃんは先輩なんで。そうだよね、はい、吉本を辞めたあの、うん、ペッカちゃんだよ。出ました、ペッカちゃん。ペッカちゃんです。だいぶデッカちゃんだけど、はい、来ましたよ。まだまだちょっと、俺いつも早めに使いがちだけど、ああ、今回はちょっとまだ使わないでおくわ。はい、なー、すごい、ありがとうございます。すごいよ、これは。すごい、ありがとうございます。あの、開始早々言うことじゃないんだけど、はい、ちょっと一個確認したいんだけどさ、今日。はい、私今日匂いとか大丈夫ですか。匂い、はい、臭かったりしません、私。いや、今のところはいつも通りですか。はい、あんまソーシャルディスタンス保ってるっていうのもありますけど。なるほど、今のところはあんまり、はい、そうですね。いや、どうしたんですか。こうか、ね、台決まった瞬間にさ、はいはいはい、左隣に打ってたお兄さんがさ、はい、すぐどっか行ったの。なるほどね、うん、気になるじゃん、ちょっと。いや、多分匂いじゃないと思います、多分。なんですか。風貌だと思います。あ、風貌か。風貌ですね、はい。あ、風貌が嫌だったんだ。不気味っていうだけですね。あ、不気味だったんだ。はいはいはい、じゃあ、やっぱいいや。やっぱあの小沢さんの、座敷わらし的な、うん、はいはいはい、なんかそういうあの妖怪的な要素やっぱありますんで。ああ、なるほどね。そう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 、あ、取り憑かれちゃうぞっていうね。それじゃないですかね。あ、なるほど。もうこれ良くも悪くもなんですけど、うん、やっぱ好きな人はすごい好き、うん、嫌いな人は本当無理っていう風貌してますんで。そうだね、0か100からか、はいはい、静かにしてください。嘘でしょ。静かにしてください。ちょっと小沢さんの風貌の話はもう大丈夫なんで。え、光ってますんで。あ、ごめんごめん、ペカってますんで。ペッカちゃんだよ。あ、出た、ペッカちゃん。ペッカちゃん出るね、今日。なんかこの辺で使ってもいいんだけど、まだちょっとやめとくわ、うん、まあまあ、まだ、まだやめとく。あ、はい、あ、素晴らしい。22回転ゾロ目ということで、あれ
いいね、すごいな。いいですね、すごい。なんかでもね、うん、ほんとすごい今心が穏やか。いやそれはそうよ、出てるじゃあ。なんかその興奮とかもしない、このうわーっていう感覚もなく。なるほど。なんか、うん、36歳になってやっぱ大人になったのかな今、うん、今なんか36でエトスパトスロゴスに成人にさせてもらった。そうだね、やっぱこの感情を出しすぎちゃいけないっていう、はい、あ、なるほどね、の教わってるかもしれない、このエトスパトスロゴスに。なるほど。そうジャグラーに教わることもあるね、なんかね、うん、精神が鍛えられる。あ、そう。ただね、うん、複雑な気持ちはあるよ。なんで僕が穏やかな時って、うん、見てる方は面白くないっていう。やっぱ俺がブチ切れてる時の方がやっぱそうだね、みんなを、うん、見たがってるから。大丈夫です、安心してください。皆さんこんなこと言ってるの今だけなんで。いやそうなんだ、だからそれも ね、いつもの流れで、うん、前回ね、うん、この1個前の回をね、はい、まだ見てない方はちょっと見てほしいんですけど、うん、前回とんでもない爆連をかましたぞ僕。そうだよ、だから前回がその1回目で当てて、はい、そう1回転目でもうペカって、そこから絶好調だったじゃん。2000万ぐらい出したんですよね、2000万ぐらい。2箱そう2箱ぐらい出しまして、ね、うんうん、やめりゃいいものの、そう残ったの。私やっぱその欲を書いても残るわけですね、うん、スロッターとして、うん、どうだったの残って、うん、まあ、3000万ぐらいいくかなと、うん、ちょっと期待してやってましたら、うん、本当冗談じゃないですよ、マジでですよ、うん、マジで、うん、全飲まれ。え、俺びっくりしました、そんなことあるんだと。一人で残ったんだよね。はいはいはい、はい、だから皆さんここに言ってきます、引き際はお大事に。ほんとそうよ、本当に大事です。なんでそんな言ったの。男だから師匠。いやうるせえんだけど、男だから師匠。うるせえんだけど、マジで男ビビってないから師匠。いやイジさん、はい、面白いね。そうですわ。あなた前回見てくれた人もそうなんだけど、うん、まだ見てない人ももちろん、うん、見てくれた人もね、うん、もう一度、うん、この後こいつで全部飲まれるんだっていう気持ちで、ね、僕はテンション高い僕出して調子こいた発言をすごいしている僕を、はいはい、あ、こいつこの後全部飲まれるんだよっていう言い方で見ていただいたらかなり面白いと思う。確かに違う見方できるね、それね。かなり面白いと思う、それは。終わりも調子乗ってたからね。そう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 、まだ勝ってたし。裏設定ありますけど、裏設定がこいつ後で負けるっていう。おい光った。おい光りました。174回でございます。はい、僕もまだやめときます。まだやめときますね、一旦。あと小沢さん、単色とかいろいろこのプレミアムあるんで、そこも僕見えないんで今小沢さんの位置から。ああ、なるほど。ちゃんとそれ見てくださいね。はいはい。おお、素晴らしい、素晴らしいよ。ペカったよ、ペカった。やめてください。誰に対して、え、誰に対して撮れたんですか。これペカ&リューチェル。小沢さん、今174回転に入ったんですけど、うん、何回転目からそれ考えてたか教えてもらっていいですか。ペッカちゃんの時点で。はい、にしてはちょっとクオリティが、小沢さん。あ、そうかい、言わないと分かんなかったんで。あ、そう なるほどね、うん、努力の結晶のセカンドリューティング、うん、シーズンまたいでやらせてもらえるのはありがたいよ、これ。そうだよ、うん、第3シリーズはどうしたよ、あるいは気持ち、願望とか。第3シーズン、第3シーズンもう決まってるから、第3シーズンは。今のうちに先に願望言ってこうと。え、もう言っちゃって全部そのことしか喋んなければ、うん、やるしかなくなるんだから、うん、なるほどなるほど。第3シーズン、第3シーズンはあんなんいいんじゃない、個人対決したいわ。あ、じゃあ個人対決ダメだった方がもう抜けるっていうね。だからもう、あ、それおもろいかもしれない。その第2シーズンでも、うん、マジでなんとか、うん、これ実際のところ言うと全然本当第3シーズンあるかどうかでまた決まってないですけど、本当は分かんないからというか、まあ、ないの方が濃厚なんですけど、うん、本当のこと言うと、だけどその懇願しに行って、うん、一人になるって面白いかもしれない。一人ちょっとあるかもね、もしかしたら。一人、うわ
やだね。いやもうやめようよそういう話。いやあなたが言ってきたんだよ。じゃ俺あなたが個人対決って言ってきたんだから。で首まで言ってないから俺は。いやいやもうそのぐらいかけてやっぱやんないと。首は言ってないよ。いやそのぐらいかけないでやっぱ面白く人生かけてやんないと。そういうの見たいんだから。あそう。その生半可な気持ちでやってる、うん、動画なんて見たくないよ。生半可ではないよ視聴者は。生半可じゃないんだよこれ。片手までやってる。自腹の時点で生半可じゃないの。片手までさボタン押してる動画なんて。片手間じゃないでしょ。そんなことよりよ。そんなことより今日出てよ。いやそうよ。止まっちゃったよ、ま、ちょっと。何回ですか今。今224回。止まりましたね。そう200回回っちゃったから。ちょっと良くないかもね。なんかね。大チェーン？で大チェーンもあるかな。別にマイジャグじゃなくてもいいわけだからね。そうだよ。なんだっていいんだよ。そうなの。ジャグラーだったら。伊地知さん大剣は？まだ考えてない。もう一回ぐらい引きたいけどな。最初は悪くなかったから。もう一回ビッグ引いて様子見たいけどな。ボーナス引いて。スイカ通す。行きましたね。行きました。水筒？水筒です。水筒行った？水筒でございます。水筒豊かでしょ？豊か。うん。楽しそうな顔して。追悼豊かと追悼さっき夫妻でしょ。いいのね大チェンは。いやちょっとね、ちょっと今もうその追悼豊かのプラスの線もちょっと飲まれそうなんで、これ終わったらちょっと見に行きます。見に行ってこようかな。仲良しですね。ご夫婦かな。ん？いや多分ファンキージャグラーをねご夫婦で打ってんでしょうね。はいはい。仲良さそうでしたよ。はい。え？小沢さんがいないところで光りましたと。392回転。素晴らしい。だと。あり。ありがとうございます。ねえ。ありがとうございましたということでやらせてもらってますけれどもね、本当に。はい、すいません。小沢さんが隣からいなくなったらですね、すぐ光るんですね。ありがとうございます。ちょっと気になってるんですよね。ありました、アダイ。ファンキー。ファンキージャグラー。ファンキージャグラーね。うん。あれ、伊地知さん。はい、僕がちょっと選んだ台をこれにしようかなみたいな顔したらですね、うん、スタッフさんがなんでなみたいな、本当怒ってるぐらいの顔してる。それはあ優しさじゃない。だから顔をうかがい作戦するわ。いや小田さん、顔をうかがったところじゃない。別に知ってるわけじゃないの。神様じゃないんだから。あちょっとピクってした。いや小田さん、なんかその聞けば全部わかるみたいにやってますけど、これカメラ、神様じゃなくてただの、 中年のおじさんです。あ中年のおじさんなの。ただの中年のおじさんです。あ神様じゃないんだ。神様じゃないです。ちょっとピクついたんだよなこれ。全然わかりませんから聞いたところで。こっち行きましょうか。じゃあはい、すみません。さあ神々しく輝いております。大移動しました。いやここでね、今僕ビッグさんのバケ1なんですよ。今光ったんですけど。あ光ったのすごい。ここで、うん、僕バケだと思うんですよね。なるほど。確率的に。ただね、ここで俺ビッグで3対1で確実にレギュラーじゃないかっていうところで、うん、ビッグを引けたら、うん、乗ると思うんですよ僕。はい、はい、なんで気持ちを込めて、うん、シーズン3あるように掴み取れということで、うん、ここで行きます。え、このバケのところをビッグで僕もう行きます、うん。別にバケでいいんだよ、レギュラーでもいいんだよ。宣言は。ビッグで行きます。ビッグで行く。55スペシャル55ちゃん使います。ビッグ。はい。行きます。はい、レギュラーでした。はい。すみません、シーズン2で終了となります。シーズン3なしということです。やっぱ
ちゃんと持ってないな、ちゃんと持ってなかった。そんなうまくいかないよな。うまくいかなかったな。普通に考えてレギュラーだもんな、ここは。分かってたんだもん、自分で。普通に考えたら自分で分かってたんだもん。おい、早い。ピカッと。そんでここも多分レギュラーなんですよ。ここもレギュラーなんですよ。ここもちなみに、ちなみに、ちなみにレギュラーなんですよ、うん、はい、びっくりした、はい。一方もう私がボロボロですわ。小沢さんシーズン2ちょっと良くないね。ちょっと良くないね。うん、マジ今日これで負けたらカメラマンのせいにしよう。多分カメラマンさんは勝手にすればと思って。今日も別に昼飯で唐揚げカレー食べればいいだけだし。一応。メニュー渡してくれて、そう。じゃあ店員さんとかにおすすめ聞くんだけど、うん、もうメニュー見ずに唐揚げカレーって言うもんね。そうなんだよ。何が腹立つって、うん、唐揚げカレー毎回頼んで、うん、違うの頼むと、うん、カレーの匂いで、うん、うわカレー頼んどきゃよかったってなんだけど、わかるわそれ。唐揚げカレー頼んだら頼んだで、うん、で良くも悪くもなんだけど、うん、すぐ普通なんだよ。実は全然出る気しなくなってきちゃった。マジで。うん、500ぐらいハマってる時の感じ。いや全然ハマってないんで、まだ無感情な時の、ま、気持ち。無のやつでしょ。無のやつ。そのモード入ったら、うん、3万まですぐだから。やばいよそれ。得点がやばいよ。ポイントが。そう今日ねポイントやばいんですよ。かなりやばいよ。マジでマジで当てないとポイントやばいんですよね。でもちょっと俺いい方法思いついちゃったかも。何ですか。あこれさ、うん、あとね、うん、1日で2本分収録してるじゃないですか。2店舗行って、はいはいはい、で合計39ポイント出るかっていうのを毎回やってるわけじゃないですか。そうだよ。そして達成できなかったら次の回で、うん、罰ゲームをやるっていう流れあるじゃないですか。ある。でも今回2回で終わるわけじゃないですか。うん、今回あえて達成しなければ、うん、罰ゲーム見せる場所がないから続かせるしかないってなる可能性あるよ。なるほど。シーズン3に。なるほどね。もうパワープレイで。そうだね。だから罰ゲーム。はい、光りました。ちょっと小田さん静かに。ちょっと待って。小田さん今光ったんでちょっと静かにしてください。めちゃくちゃ喋って感想を言わせてくれない。自分だけ喋って。レギュラーでした。ああ、まあまあ全然。実際もうちょっとポイント稼いでくれれば。いや、俺がどんだけ稼いだところで、うん、あなたがちょっと稼がなすぎてんのよ。いや、私がこれでさ、スペシャル55チャンス当てれば。まあね。うん。だから1人1店舗10ポイントずつ取ればいいわけだから。そう。僕今7ポイントも取ってるからね。うん。惜しかった。おお、よかった。もう使う？ちょっと次いつ光るか分かんない。でもここ外したらもう結構あと危ないよ。じゃあ使わない。いやいいんだよ使っても。どっちでもいい、どっちでもいいよ。いや使わない。まだ使わない。まだまだ大丈夫。なるほど。おいしビッグ。オッケー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 。こっからこっから。よし、2ポイント目ゲットだぜ。よし、よし、こっからこっから。多い。ここはレギュラーじゃないか。いい、やめて。こっちにその訴えかけないと分かんないから。それはいや大当たり2回やってて。そこは自分で決めてください。ビッグ2回レギュラーゼロなんですよ。ここ使うのありだよね。いやそれは自分で決めてください。それやめてください。こっちに訴えかけるのは。どう思う、いじっちゃん。それはもう自分で決めてください。じゃあまだ使わない。
やめてください、こっちに訴えかけて人のせいにしようとするの。あ、当たった。ちなみ使ってないですから、お母さん。投資は1万円おまだね。まあまあ1万はまだ全然いけますよ。あら、そうかい。はい、僕も正直に先に言っといていい？はい、どうする、聞く？あ、じゃあいいです。いや、聞いて聞いて。何ですか？僕今日は1万1000円しか持ってきてないんで、これ飲まれたら借ります。いや、それは早めに先に言っとくけどじゃないんですよ。うん、やる気ないってことだわ、それはもう。いや、違う違う、それやる気ないんだったらもういいよ。え、やんなくて。そうなの。僕は財布今日行くときに見たら2万2000円しか入ってなかったから、うん、プラス1万足してきたんだから、ちゃんと。あ、そうなの。いや、偉いね。最低でも3は持ってこないと、もうやる権利ないです。やる権利ないですもん。実際1回6000円しか持ってこなかった。いや、あと小田さん、ちょっと打ってください、早く。またやってますから。打ってます。その打たないでさ、時間つなぐのもうなしですよ、小田さん。いや、打ってますよ。もうこれあれだ。何を？シーズン3は、うん、ピスタチオいじちのエタスポットスロゴスこれはなんでそんな一人になりたいの？これはもうえ、なんで一人かって、はい、交渉次第にギャラが上がるからね。やだな、もう相方切り捨ててさ。嫌な人だよ、今高笑いしちゃってさ。だから嫌われるんだよ、いじっちゃん。最近そんな嫌われないからね。昔ほどは。昔エグかった。昔なんでかわかんない嫌われたのね、やっぱ。吉本無限大ホール若手の、うん、お客様が選ぶ嫌いな芸人ランキング、うん、1位ナダル、うん、2位ピスタチオ、いじちん時あったからね、やっぱね。ナダルと並んじゃってんだから。何にもしてないのにね。何にも別に特にしてないね、スキャンダルとか。無限大ホールが選ぶ、こいつよりかは俺の方が面白いランキング、うん、第1位も取っても取れましたかね、私。いや、素晴らしいですよ、二刀流。おー、光った。おー、素晴らしい。使う？いや、それは決めてください、だから自分で。それは決めてください。ビッグで行きましょうか。いいんですね。行きましょうか。これ結構大事よ。もうここで外したらもう今日20ポイントは絶対いかないよ。これ結構大事だよ。大事。いいのね。ビッグ。はい、行きましょう。ほら、バケ外れた。ほら、外れた。さん、大事だよこれ今。ほら、外れた。そして残り45分。残り45分。一人4回か5回。結構頑張んないとダメだね、それは。うん、かっこいい。おー、すごいね。絶好調。いいよ。いいよ。あえ。やべ。結構ハマってます？どうです？215になりますね。200は超えたんですね。はい、なるほど。うん、僕の代はプチハマりして出て連チャンっていう流れなんで。そうだね、なんかね、はい、長くやると危険だよっていう感じもありますけども。でも短い時間の勝負なんでね。まあね、いいんじゃないかという。そうそう、今日の平井店さんは残れないから。そうですよ、うん、これ残っちゃう可能性ありますけど。まあ分かんない、まあ、場合によっては残るけど。なんでよ。んダメよ。だって別に、だって別にもうさ、シーズン2で、うん、こっちはもうだって終わるんだとしたら別に、うん、こびる必要すらねえんだから。続くかもしんないよ、だってまだ分かんないよ。やっぱ第1回目とかスタートはヘコヘコしますけど、こっちだってもう知らねえよと。知らねえよ、それは。別にこっちが終わるんだとしたら、終わるんだとしたら別に関係ねえよっていう、うんうん、姿勢は見せていかないと。やっぱそうだね、舐められちゃうんでね、やっぱね。誰に何を、どこ。スロットファンに舐められちゃうんで。舐められちゃう。はい、ちょっとぐらい暴れないと。はい、暴れとかないと、やっぱやるときやるんだぞっていう見せとかないと。なるほどね、皆さん安心してください、あの人絶対に暴れないんで。はい、未だかつて見たことない暴れたの、うん、見たことない一回も。本当に口では言うけど、言うけど行動に起こしたの見たことない。そう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 。おい、おい、いいね、素晴らしい。
素晴らしい。そろそろビッグじゃないか。ただちょっと小沢さん、はい、バッケ引いてかわいそうなとこ申し訳ないですけど、うん、ちょっとあの声でかくて周りが注目しちゃってるんで。あ、そうですか。ちょっとだけ小沢さん、はい、声量を控えていただければ。あ、わかりました、すいません。はいはい、すいません、ごめんなさい、申し訳ない。でもいいですよ。いいですね。今300僕も超えましたんで、あら、この辺でね、うん、光ると思うんですよね、僕の読みが合ってれば。なるほど。またちなみに下皿はどんな感じなんですか。まだ大丈夫ですか。まだね、ちょっとだけありますね。あ、ちょっとある、よかったよかった。まあだから究極やめてもいいんだけどね、もう今やめちゃっても最悪ね、うん、うん、最悪やめちゃってもいいんだけど、うん、はい、お、ベーカリーました。読み通り、読み通りです。本当にここで3連チャンぐらいするんじゃないかという、また素晴らしい。そしてフィニッシュで終わりと。なるほど、バケでしたね。まあまあでも読み通りですから、はい、これで連チャンしてくれれば。そうですね。あー、100いっちゃいました。ああ、もう下皿どんぐらいあるの。え、まだある、下皿全然まだあります。なるほど、半分ぐらい。なるほど、ああ、まだあるの、ね、まあまあやっぱポイント的にもまだまだ光ってもらわないと困るんだけど。同じ何ポイントだっけ今。今6。全部で、全部で、おい、おい、いいね、いいね、いいね。結局さ、ペカなんだよ、こうやってやったらばよ。あれ、誰ですか。これあの、ペカ神忍、ペカ神忍です。はい、はい、ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。いえいえいえ、結局さうわ、やばい、やばやばい。ダザン、手鏡忍じゃないですね。バケ紙、バケ紙忍です。なんでバケなんだよ。バケ紙忍ですよ。バケ紙忍。はい。小田さんだ、だもんね。はい。小田さん今年からモノマネやってくんだもんね。ちょっとモノマネ鍛えようかな、じゃあ。今年からやってくんだもんね、モノマネ。うん。小田さん。うん。だからシーズン3がもしね、うん、やってくんならもう一個来てほしい。やっぱ毎回小沢さんがモノマネで持ってくるから、やっぱシーズン3はそういうの見たいよね。なるほどね。そのためにも、うん、どうする、本当にシーズン3マジで直談判するか。マジで。そうだね、行こうか。今回、前回さ、そう、本当にシーズン1の時はさ、あのスロット対決だったじゃん。はい。今回本当あのシンプルに土下座っていうパターン。それかマジで、うん、まぶん殴るかマジで。はいはいはい、俺やっちゃうからそういうこと結構。あ、そう、まあ、今このね、うん、時代に、うん、炎上するかもしんねえけど、うん、俺も関係ねえから。あ、そう、やっちゃうからそういうこと。で、実際人のことを、はい、殴ったことないもんね。初めてやるよね。え、初めて。あ、やめた方がいいよ。うん、やっぱアラフォーの男が人に手あげるのちょっと初めては見てらんないから、ちょっと格闘技は見てるからこっちは。いやいや、ダサ、一番ダサいやつじゃん。格闘技は大好きだからこっち。そうだよね、はい、うん、知識はあるからこっち。あ、やだやだ、知識あるけど度胸もないからそうなんだよね、度胸だけ本当ないんだよ本当にビビっちゃうからね。本当に絵に描いた内弁慶だからああもうそんなこと言ってしまったら、3連チャンすると思ったら100超えちゃいましたね。あらら、あらら、ちょっと変わったぞ流れが。この残り20分だから打ち切っちゃうっていうのは良くない。そうだね、そうだね。それ一回見ます。あ、決めました。え、何ですか。大移動なしでいきます。あら、なしでいきます。見渡した結果、そう、でもこれあれだから。はい、光りました。はい、いいですね、ありがとうございます。ここビッグでしょう。よし、おお、素晴らしい。でかい、でかいよ、これは。そういうこと、小沢さん。はい、でもこれ僕
見た結果の大移動なしですから。なるほどね。そう、結局恋愛と一緒なんですかそれは。え、そのちょっとこの子違うのかなって思ったけど、はい、その失いかけた時に、はい、あ、やっぱこいつしかいねえなっていう結果で恋愛と一緒。それに関してはもう間違ってるから。ただ、うん、自分が手放すと思ったから惜しく見えるだけっていう時もありますから、ね、でもやっぱ他を見た時に、はい、今の伊地さんの状況で言うとよ、はいはいはい、やっぱ周りにあんま可愛い子がいなかったから、はい、元の彼女に戻ったっていうことだもんね。いや、小田さん、まずその恋愛を顔判断ですね。判断基準、顔オンリーの恋愛もやめてください。あ、ダメなんですか。はい、顔が良ければ何でもいいでしょ。マジでやめてください、小田さん。違うんだ。あ、やばい。何ですか。お腹減った。え、お腹減ってきちゃった。え、ハチミツ食べたいな。あ、何ですか。え、誰ですか。黄色いクマさんうちです。何の変化球もなく黄色いクマさんうち。ハチミツ食べたいな。どんな効果があるのかな。でもそれよりも、うん、それよりも、うん、ペカってほしいな。ハチミツより。はい、まあまあペカってほしいのかな、黄色いクマさんは。ダメか、黄色いクマさんうちダメか。ハチミツ食べたいな。あれ、嘘でしょ、嘘でしょ。ハチミツ食べたいな。え、丸まんま行く機会いつ。ハチミツ食べたい、でもそれよりも毎日ジャグラー行きたいな。ちょっと待って、はい、ちょっとクオリティ下げて真似してきたぞあいつ。やばいな。相方のしょうもないボケちょっとクオリティ下げて真似すんのやばいわ。え、嘘、楽しそうだったから。このまんま使ってあの視聴者の声聞きたいわ。どう思うか。いや、楽しそうだったからさ。あいつ芸人として終わってるぞあいつ。そんなこと言ってたら100超えましたわ。回転数どれくらいですか伊地さん。私は308で、はい、あ、300いきました。308でやらせてもらってます。はい、ずっと308でやらせてます。そんなことねえわ。何回回してもそんなことないんだよ。何回回そうが308で。壊れてるよそれ。やらせてもらってますこっちは。あの時に台を変えておけばよかったのか。脳裏をよぎる。でも気にならない、なかったんだもんね。なかったですけども、うん、そこで光るか、やばい、飲まれるかの勝負だね。もうやばい、飲まれる。お、飲まれ飲まれて振り振られ、飲まれ飲まれて振り振られ、彼女にも振られペカリもしない、そんな時に一筋の光が、おペカペカ、そんな君に惚れた、そんな君に惚れた、彼女の名前はチャチャチャマイジャグラー。ということでマイジャグラーの CM できました。はい、できました。なんか久しぶりだわ伊地さんのその歌聞けてんの。今もうやけくそですよこっちは、うん、これしかないんだからもう。これです。かわいいでしょこれです。かわいいかわいい。いや、これだけです。嫌なんだよなこの残り5分とかで追加投資しなきゃいけないの。確かに一番嫌なんだよこれ。そうね、あのキリがいいから普通終わらせるんだよ。そうなんです。ただここはね打たせるんだよ時間まできっちり。当初は違ったんだよ。初めて最初はやめていいですよだったんだよ。そうそう、でも慣れって怖いんだよやっぱり。そうそう、慣れれば慣れるほど、うん、いや、やってくださいって強気に来るんだよな。おい、おお、ここに来て。いいよ、ここに来て。で、なんで出したんですかメダルを。ちょっとね、ボタン押し間違えちゃった。初歩的な興奮しすぎて。よし、でかいビッグビッグ、よし
レッツゴー。お、ギブしますかって来たんですけど。あ、優しい。何ですか、逆に怖くない。残り5分だからギブしますかって言ったんですけど、いいのか。 そこでギブしたらね、俺のねジャグラー魂が浸る、うん、やっぱそうだね、はい、なんでね、 ね、うん、ギブします。するんかい、おい、するんかい。小田さん、あとはお願いします。あとは小田さん、堅実だね。お願いします。堅実。私投資2000円なんで、今ここでやめとけば次に繋がりますあと5分は小沢さんの遊戯をご覧ください。もう1回光ってくれたらな。そうですよね、最後の大きいよね。もう僕は見せ場作れないんだから。いや、まだいけるよ、やれば。もう僕は無理なんだから。やればいいんだから。別に多分思ってるよ、スタッフさんは。あ、こいつやらねえんだって。うん、多分そこで、うん、やるに決まってんだろうって光らして、うん、最後に盛り上げたいなって思ったけど、もうそういうことじゃないから。これがリアルだから。あの、これがリアル。喋ってるけどどこ行ってたの。スロッターのリアルです、これが。ちょっとあの、やめて待ってる実際映してほしいな。え、やめて待ってる実際。携帯見てるもんな、もう終わってるよ、もう。え、終わり。やめてよ。今来た人じゃん。寝台開かないかなって待機してる人でしょ終了。終了ですか。なるほど、わかりました。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。実践終了ということで。ありがとうございました。はい、はい、1店舗目ですね、今日の平井店さんでの、はい、実践結果、はい、私がですね、1万円投資の、はい、ビッグ4回、はい、バケ5回、はい、合計9ポイントでございます。なるほど、はい。あ、枚数はね、581枚。581枚、うん、素晴らしい。素晴らしい。ちょっと最初どうなることかと思いました。取り返しましたね。取り返しました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私はですね、2000円投資の、はい、ビッグ4回バケ4回、うん、来て、ゼロと。ゼロ、ま、枚数がゼロということになりましたんで、はい、本当に穏やかな穏やかな結果に終わりました。そうね、なんかね、で、僕は気持ちがその揺さぶられることもなく、うん、平穏な感じで終わりました。あ、いいじゃないですか。全くスタートの時の気持ち一緒です。今一緒ですか。一緒です。何も変わらず。だから、はい、あのまんまエンディングとても同じだったぐらいのテンションで浮き沈みがなく終わりましたんで。なるほど、なるほど、はい。まあでもいい感じなんじゃないですか。そうですよ、スペシャル55チャンス次ありますし。そうです、そうです。使わずに17ポイントですから、合計で。こう、そうです。結構ね、ペカらしたとは思うんですよ、はい、ただちょっと小田さん使ってなくはね、外してるんですよ。あ、そうそう、外して使ってなくはないですか外してです外して、ね、使ったの。使ってちゃんと使ったんです。あれ、使ってないことにできないかい。ちゃんと使ってダメだったんです。あ、できないかい、はい、あ、そうですか。なんで、でも次がありますから。府中店、2店舗目に、はい、もうこれ期待持てるということで。ただこれね、2店舗目がね、うん、本当にこの1年の歴史の、うん、エタツパトスロゴス、うん、最終回の可能性大いにありますんで。大いにあります。なんとかちょっとそれは。そうね、一旦泣いても笑ってももう次回で最後ですから。そうです、はい。なので絶対に頑張って頑張りたいと思います。はい、行きましょう、行きましょう、はい、なので皆さん、やめないでという声もぜひ。そうですね、コメントで欲しいなと思いますんで、お願いいたします、はい、ここからチャンネル登録者数とコメントと高評価、はい、ね、皆さんぜひしていただければ、はい、お願いしますんで。なので誠意として、ここからエンディングまで僕は頭を探させていただきます。皆さん、コメントお願いします。お願いします、お願いします、はい、いや、このままエンディングにちょっといきたいと思います。いやいやいや、ふざけてるみたいになっちゃう。いや、これはもう誠意です、私の。その誠意ね、はい、大丈夫だよね。このままいきたいと思います。わかりました、はい、はい、というわけでね、また次回、お楽しみに。はい、伊地さん、ありがとうございます。はい、じゃあ言ってもらっていいですか。チャンネル登録と高評価も、うん、とコメント、ぜひもお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、はい、次回も誠に、あ、次回もまた見てねじゃないですか。違う違う違う、全部忘れてるじゃん、もうこれで。次回もまた見てねですよ、いつも。あ、まあまあいいですけど、ありがとうございました。ありがとうございましたじゃなくて、次回もまた見てねでいきますんで、うん、はい、わかりました。いいですか、はい。スロットのレバーみたいになってますけど、こっちね。いきますよ、次回もまた見てね見てね。ちゃんと白目向いてますよ、今あ、向いてる。